東京オリンピック招致委員会は今日理事会を開き、来月提出する申請ファイルの内容を承認しました。申請ファイルの内容に関する承認を行いました。前回の評価をされた部分をしっかりと見直して、より良くしたということが大きな違いになると。申請ファイルは IOC 国際オリンピック委員会の質問項目に答える形で、大会のコンセプトや競技会場など計画について記すものです。東京の計画はメインスタジアムを国立競技場に、メディアセンターを東京ビッグサイトにする予定で、前回の招致で狭いと指摘された選手村をより広い敷地を確保できる中央区晴海に変更します。また主な競技会場を選手村から半径8キロ圏内に収めるコンパクトな配置計画を特徴とします。申請ファイルの内容は来月15日の提出締め切りまで公表できないルールとなっていて、招致委員会はファイル提出後に会見を開き発表することにしています。